株式会社ウイニングは東京都文京区に本社を置くスポーツ用品メーカー。特にグローブなどのボクシング用品で知られる。1937年、杉林松尾により杉林製作所として設立。ボクシング用品な他に野球グローブも製作していた。1951年、野球用グローブから撤退。百五十七年、競泳スポーツ株式会社に 社名変更。ウイニングブランドを取得。1961年、ウイニングスポーツ株式会社に社名変更。日本ボクシングコミッション及び日本はアマチュアボクシング連盟公認メーカーとなる。1963年、国際アマチュアボクシング協会公認メーカーとなる。1983年、株式会社ウイニングに社名変更。 2010年10月、メキシコテピクで行われた、石田淳優対リゴベルト・アルバレス戦では、両者がウィニングのグローブを使用した旧革を使用。JBC 及び JABF 公認メーカーとして、日本国内のほとんどの試合で用いられるほか、相場公認により1964年、東京オリンピックでも使用され、以降もアジアの大会を中心に使用。プロ試合用のグローブは、 WBA, WBC ともに公認されている。1974年にクアラルンプールで行われたモハメドアリ VS、ジョー・バグナーの世界ヘビー級タイトルマッチをはじめ世界戦を含む国内外の試合で使用されている。レイジェス、エバーラスト、グラントと並ぶ世界的ボクシングブランドとされる。メイウェザー、パッキャオなど著名選手も練習用に使用している。 JBC の管轄する公式試合においては、唯一の公認メーカーだが、従来の製品は同じ重さで比べると、メキシコ製より一回り大きく、ガードの面では有利であるもののクリーンヒットになりにくい、小決着になりにくい等の声が業界内にあったため、ウイニング社は公式試合用メキシコ型の開発を進め、2008年4月から新型グローブを採用している。ありがとうございます。